デュランダルさん、大丈夫ですか？平気です。そちらは、その姿、大丈夫なんですか？氷の律者は、まだ自身の力に慣れていないようです。あれ式で私が傷つくことはありません。ですが、フクロウと律者は、先ほどの攻撃に乗じてここを離れています。すぐに追いかけなければいけません。律者の力が、ここ一帯を、絶対零度の七にしています。私が先頭へ行きますので、ついてきてください。ええ、わかりました。安全ですね。無事のようだな。すまない、さっきの寒波のせいで道が塞がっていた。内部の気温も低く、支援することができなかった。大丈夫？そっちは平気？問題ない。フクロウと律者は？何があった？なるほど。まさか、あいつにそんな過去があったとはな。それで、どうするつもりだ？こうなった以上、彼らを早々に見つけ出すしかないわ。だが、黄泉の杖がない今、見つけても何もできないだろう。律者を捕まえるには、それが必要なんだからな。何にせよ、ジャッカルが悪い。あいつがもっと用意してくれていれば、こんな面倒にもならなかった。サンゴ島の通信は崩壊のせいで途絶えている。あいつに連絡するには、一時撤退するしかないだろう。撤退？いえ、撤退はできない。撤退にかかる時間は決して少なくないわ。その間にも、崩壊は拡散し続け、命を奪い続ける。それに。撤退は認めない。じゃあどうすればいい？
渡りガラス、黄泉の杖の残骸を見つけてきて。残骸？まだ方法があるかもしれない。わかった、お前を信じるとしよう。それまで私は律者を止める。どんな方法を使ってでも。話は終わりましたか？ええ、行きましょう。今律者の行方は分かりませんが、彼らがサンゴ島を出ようとするならバルキリーたちの防衛線を突破しなければなりません。律者がここを出てしまう前に私は彼女たちと合流します。ライデン・メイさん、今回は迷わないでください。もちろんです。